はいどうも、むつみです。ちょっとね、今日面白い記事を見つけたんですよ。ツイッターをね、いつも通りバーって見てたらね、こんなものが出てきました。激ムズ、バンド経験者にしかわからないクイズというわけでね、こちらを今日はやっていこうと思います。まあ僕はね、もうこれ余裕なんじゃないかなって思いますね。ちょっと待って、じゃあもうすっごい難しいの来たらどうしよう。激ムズって書いてありますしね。ではちょっと読んでみますね。これから皆さんにはプロが作ったクイズに挑戦していただきますと。はい、制作したのはバンドリンとしてしぐれのドラマーであるピエール中野さん。え、これ本当かな、マジ。中野さんからはバンド経験者ならどのパートに限らず知っておくべき内容です、音楽ファンにもぜひチャレンジしていただきたい、全問正解目指して頑張ってくださいとコメントをいただきました。ではスタート。これマジっすか。第1問、ステージ上で下手はどっち、客席から見て左、客席から見て真ん中、客席から見て右、さあどれ。皆さんも一緒に考えてみてください。客席から見てなので、このまさにこの画像通りですね、この画像通りでこうやって見てステージを、でどっちが下手でどっちが上手なんだみたいなことですね。下手っていうのはね、僕たちベーシストがよくいる場所ですね。はい、じゃあ僕は答えていきますよ。これ、客席から見て左、正解。はい、じゃあ第2問、これなんという、ブリッジ、ルービス、シールド、さあどれでしょう。これはもうね、これはわかる方多いんじゃないでしょうか。じゃあ答えますね。シールド、はい、正解、やったー。第3問、ベースで親指で弦を叩き、人差し指や中指で引っ掛けて弾く奏法は、アーミング、スラップ、チョーキング、さあどれかな。これはね、僕がいつもやってる奏法ですね。はい、正解はこれだろう、スラップ、正解。よし、では次第4問、ローディー、何する人、ライブ等で機材を中心にサポートするスタッフ、グッズを売るスタッフ、ライブハウスのオーナーのこと、さあどれかな。これね、音楽をやってない方とかだったらちょっと難しいかなって思います。じゃあ僕答えますね。これでしょう、ライブ等で機材を中心にサポートするスタッフ、正解、やったー。では第5問、音響さんからこう言われたらどうする、3点ください。マイクの前で拍手を3回する、ベース、ドラム、ギターの3人で演奏する。スネア、ハイハット、バスドラムを叩く。これね、これライブやってない方だったらちょっと難しいですね。まあ確かにバンド経験者しかわからない問題かもしれません。じゃあ僕答えちゃいますね。スネア、ハイハット、バスドラムを叩く。はい、正解。よっしゃー。はい、第6問、ゴッパーはどれ？あ、この3つですね。あ、どれかなー。ゴッパーってね、聞き慣れない言葉ですよね。全然聞き慣れない。でもね、音楽やってるとすっごい聞く名前なんですよね。ゴッパーっていうのは、この真ん中のマイクのことですね。はい。はい、そう。じゃあ第7問。ああ、終わりが見えてきた。これ全問正解いけるでしょ。この中でシンバルのメーカーといえば、アジャンタ、ジルジャン、アトリエ Z。ちょっと待って。これ僕、細かいけど言わせてください、これ。おって思っちゃったんで今。アトリエ Z じゃないです、これね。このアトリエっていうベースは僕がメインで使ってるあの緑のベースです。あのメーカーなんですけど、アトリエ Z ではなくて、アトリエ Z ですね。これ、アトリエ Z って読みます。ただね、これは、どっちでもいいです。なんかいいのかわかんない。僕はメーカーの人じゃないからわかんないですけど、伝わりますからね。アトリエ Z って言っても、アトリエ Z って言ってもね。でも、アトリエ Z って僕はね、呼びますね。うん。多分、アトリエ Z が正式名称なのかな。はい、ごめんなさい。なんか、すごい上げ足取ったみたいになってごめんなさい。でもね、僕アトリエユーザーとしてちょっとこれは言いたかった。本当ごめんなさい、上げ足取ってすみませんでした。でこれ正解はジルジャンですね。正解はジルジャンですね。よし、正解。第8問、次の言葉の意味は、ゲネプロ、はいはいはい、切り替え操作で音作りする装置、はい、一バンドだけでライブをすること、はい、本番同様に行うリハーサル。ゲネプロってライブ用語なのかな。ゲネプロどうなんですかね。これはもしかしたらバンドやってない方でもわかるのかな。わかんないです。僕はずっとこの言葉を聞いてきてるからどうなんだろう。はい、皆さんどれだと思いますか。僕は答えますよ。はい、いきますよ。本番同様に行うリハーサル、ポチ。よし、正解。では第9問、終わりが見えてきましたね。あと2問正解すれば僕全問正解ですよ。ボス製でオレンジ色のエフェクターの効果は、コーラス、ブルースドライバー、ディストーション。これね、もうわかるんですよ。まあ大体これだろうなってのはわかるんですけど、ギター用のエフェクター僕知らないんですよね、あんまり。コーラスは水色で、ブルースドライバーは青だっけ？なんかそんな感じでしたよね。じゃあ残るのはディストーションですね。これジョン・フルシアンテとかも愛用してるエフェクターですよね。はい。はい、第10問。これは音楽やってないとわかんないな。次の3枚の画像はアンプの網部分を拡大したものです。では、JC はどれ？ JC っていうのはね、ローランドから出ているアンプのことなんですけどね、これは知らない方はもう全くわかんないですよね。こんな模様なんか映されちゃって。これ1枚目これボックスですね、多分。で、2枚目これマーシャルかな？多分マーシャル。で、3枚目、これが JC ですね。ジャズコ。はい。イエーイ、正解。ふー。
はい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 、いや、来ましたよ。激ムズバンド経験者にしかわからないクイズ。他の回答者よりも 100% よくできました。よっしゃ。生っ粋のバンドマンピエール中野、素晴らしいバンドマンとして共通言語となる知識をしっかりと網羅していますね。さらなる向上を目指してより良い音楽を一緒に奏でていきましょう、ということですね。おっしゃ。はい、皆さん何問正解できましたか？確かに基本的な用語だったと思います。ドラム3点くださいとかね。いやー、ヒヤヒヤしましたよ。これで間違えたらね、なんかどうしようかと思っちゃいました。まあ間違えたら間違えたでネタ的に面白いんですけどなんかこういうクイズやるのも楽しいですね。はい、というわけで今日はツイッターでちょっと面白そうなクイズが流れてきたのでやってみました。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ツイッター、インスタグラムもやっているのでそちらもよろしくお願いします。サブチャンネル、作曲チャンネルもよろしくお願いします。ではでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ベーシストのためのオンラインサロン、むつみのベース塾を開設いたしました。超初心者の方向けのレッスン動画、スラップ、タッピングなどのテクニカルな奏法の解説動画、音楽理論の講座、僕の持っているすべてをここで話しております。むつみのベース塾の詳しい説明の動画と、むつみのベース塾のリンクは概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。皆様お待ちしております。